まあでも沖縄とかにもね、なんか行ってみたいなと、思うんですけども、まあその沖縄の話ね、まあその LCC のピーチで、3000円ぐらいで行けることになったのはいいんですけども、やっぱその沖縄の問題ですよね。昨日ね、やっぱそのアメリカ、米軍の海兵隊ですかね、そのアメリカ兵がですね、まあ女性を暴行したっていうね、これまあ一応その、二人の、米軍の兵士がですね、女性をですね、まあ、集団強姦ということで、まあ、さらに強盗とか、傷害とかね、なんか窃盗ですか、なんか物も盗んだんですかね、なんかお金かなんか、ようわかりませんけども、まあ、そういう、まあ、女性の荷物がなくなってるということで、まあ、お金も取ったんかな、という容疑もですね、あって、沖縄県警がなんか調べて、るらしいんですけども、本当にこれはね、もう、だから今始まったことじゃなくて、ずっと前からやってることですから、まあそのたんびに沖縄県民はですね、10万人規模ですか、何万人規模かの集会を開いて、アメリカけしからんということをね、ずっと、まあ言ってきてるんですけども、まあそこに加えてですね、この間、大きな問題になったオスプレイのね、配備の問題でも、結局アメリカはルールを守らずに、今オスプレイを飛行させてると、なんか、飛んだらあかんとこもですね、飛んでると、ここは飛ばんといてくれというところもですね、飛んでたりして、もうルールも、下手くれもないと。まあ、そこに加えて、今回の、集団強姦という事件ですから、もう本当になんかね、とんでもないなと、まあ、思いますよね。だから本当その、まあ、沖縄の中山知事はね、なんかもう、こんなことがあったら基地撤去だって言ってたみたいで、前ね。だからもうこんなことが起こったんだから、もうアメリカにはですね、もう沖縄から出ていけということをね、やっぱりちゃんと言わなきませんよね。だからまあこの間その中国との問題もありましたけども、尖閣諸島とかね。それ以上のね、僕は問題だと思うんですよね。なんか今中国が攻めてくるとか言いつつですね、アメリカ兵に、日本国民が攻められたらですね、なんで黙ってるのというね、その日米安保とかって言って、安全保障とかっていうね、その、なんか日米同盟がとかで日本政府は言ってるんですけども、すでに国民がね、今回だけじゃなくてずっとやられてるのにですね、どうせ何も言わないというか、毅然とした態度を取らないのかなと。なんか結局、だからずっと前にもなんか少女がね、なんか暴行された時もなんかうやむやになっていてですね、やっぱり日米同盟、日米安保は必要だみたいなことになっていくっていうのがね、僕はそこがね、一番おかしいんですね。なんかうやむやにしてるから、いつまで経っても、違い封建的というかですね、なんかこっそりとアメリカに、その犯罪を犯したね、そのアメリカ兵をですね、こう追い返すようにというか、にしてうやむやにさせるというのが、まあ、常套手段になってるんでね、だから本当そういうのに対してね、なんかうやむやにしてるから、また同じことが繰り返されるというのはね、本当原発問題もそうですけども、この米軍の問題もね、そうなんですよね。だからあかん言うてるんですよね、オスプレイとかね。だからね、ほんとその、まあ、沖縄県民はまた今回のことでね、沖縄県民だけじゃないと思うんですけども、やっぱあかんとアメリカっていうのはね。だからまあ、当のアメリカでさえですね、共和党の議員も、民主党の議員もですね、もうアメリカはね、もう沖縄から撤退しろっていう、そういう話が出てるわけですから、まあ、ここでね、みんなが、日本国民がですね、沖縄から出ていけと、アメリカはと言えばですね、アメリカもですね、まあ、渋々な態度を見せながらも、僕は撤退することがね、アメリカもできると思うんですよね。なんでアメリカを撤退させたいかって言ったら、やっぱそれお金の問題っていうのが一番やっぱ大きいんで、いくら日本がですね、いてくれと言ってもですね、アメリカもお金を出して、その、沖縄の海兵隊のね、基地っていうのを維持させないといけないんで、もうそれがもう、お金が足りなくなっ、もうお金がないんですよね、アメリカもね。だから、みんながですね、日本国民が声を上げたらですね、アメリカも、
もう撤退していくとね、思うんでね。だからここで、きっちりと、声を上げてですね、もう、米軍出ていけと。っていうことを言ったらいいんじゃないかなと思いますしね。まあそういう流れになると思いますね。オスプレイでこんだけ、県民集会とかでたくさんの人が集まったんですから、まあ暴行事件でもですね、さらに大きな動きになるかなと思いますんでね。まあなんか関空から沖縄に3000ぐらいで行けるんで、沖縄に行く人もたくさん、増えると思うんでね、なんか、まあ行ってね、なんかもう大きい運動になっていくんじゃないかなと思いましたっていうことで。